自分の作った作品販売したいんだけど、なかなかこう販売に踏み出せない。練習して腕を磨くんだってやるよね。何年かかるのっていう話なの。一日でも早く開始をした方がいい。はい、お疲れ様です。西田麻衣の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、作品販売についてね、話をしていきたいと思います。こんなことでね、悩んでる人多いと思うの。作品、いつかね、自分の作った作品販売したいんだけど、いつ販売しようかって迷ってる人。ね、せっかくさ、作れるようになってきたのに、値段いくらつけていいかわからないから、なかなかこう、販売に踏み出せない人とかさ、結構多いと思うんだけどね。質問もあったんだけども、その販売のタイミングってどれぐらいのレベルの作品が作れるようになったら販売開始したらいいんですか、なんて質問があったんだけども、それはちょっとね、みんなにシェアしておこうかなと思ってね、ちょっとね、回答動画にします。まず販売将来的にしたいって思ってる人、自分で作品作れるようになったんだったら、それでもうね、今すぐ販売を開始しなさい。もうこれが答え。なんでかっていうとさ、みんなね、自信がないわけね。わかるよ、わかる。なんかさ、自分の作品なんてね、どういう風に評価されるか分かんないから、評価だからさ、やっぱり値段がつくってさ、でちょっと怖かったりもすると思うんだけど、でも自分の中で将来いつかね、作品売ってみたいって思ってるんだったらやらないと。これね、何が起きてるかっていうと、言ってみればさ、プールに入ったことがないんだけど、いつかプールに入ってこうやってクロールしてみたいとかね、平泳ぎしてみたいとかね、浮き輪で遊んでみたいとかって憧れてんだけど、でも水に入ってなんかちょっとね、浅いのに溺れたりしたら恥ずかしいからなかなか入れない。で、先生どうやって手動かしたらうまく泳げるようになるんですかって聞いてるのと一緒なの。そんなのさ、どんなに聞いたってさ、わかんないじゃない。知識が詰まるかもしれないよ。あ、力抜いたら浮くんだとかね、力入れたら沈むんだとかさ、水の抵抗あるからこういう風に書かなきゃダメなんだ水をとかさ、っていう風な知識がついたとしても、体感してないから絶対に泳げないわけ。そんなんだったらさっさと死のこの言わずに水の中に入ってみて、自分で体で感じた方が早い。得れる情報がね、圧倒的に違うから。だからもうそんなね、プールに入らないでどうやったら泳げるようになるんですかって言ってないで水に入ってしまうというのと同じだから、作品販売したいんだけど、どんなタイミングでやったらいいんですか、どれぐらいのレベルになったらいいんですかっていうのは、もう自分が上手に作れて、自分で作品作ってね、あ、可愛い作品できた、上手にできたって思えたんだったら、そしていつか販売したいと思ってるんだったら、もうその時販売開始してみたらいいんじゃないかなと思うよ。もう全然いいじゃない。で、問題はね、値段をいくらつけたらいいかわからないから、なかなか販売に踏み切れないっていう人もいると思うから、ちょっとここからね、じゃあ本当に具体的にどういうステップを踏んでったら作品を販売できるかっていうね、ちょっと具体的な話をしようかな。まず本当このまだ販売をしたことがないっていう状態だったらだよ、まずね、練習して作品作ってるじゃない。で、作品をまず作れるようになることで、じゃあどれぐらいの作品のレベルになったらいいんですかって言って、やっぱりリアルになった方が売れるからとかね、例えば犬猫作品とかだったらさ、じゃあこれくらいのクオリティになるまで練習して頑張って腕を磨くんだってやるよね。何年かかるのっていう話なの。そんなの必要ないじゃん。じゃなくて、全然もう少し簡単な感じでもいいじゃない。別に食問じゃなくて差し固めの作品でも何でもいいじゃない。とにかくレベルっていうか、まずは作品を自分で、あ、うまくできたとか、あ、可愛くできたって自分でちゃんと思えるようになること、その作品が作れるのがまず最低ラインかな。じゃないとさ、自分で失敗した、可愛くないって思ってる作品をなんで人にお金もらって渡すの。渡せるわけないじゃん。だから自分でちゃんと、あ、可愛くできたって少なからずちゃんとね、思えること、それだって、これだったら誰か可愛いって言ってくれるかもしれないってちょっと自信持って進めれるじゃない。まずその作品レベルになるように練習をしよう。まずこれが大事ね。で、じゃあ次、そんな作品が作れるようになったら次何をするかっていうと、自分がどこで売るかっていうのをね、決めたらいいよ。例えば、ハンドメイドサイト、ミンネとか、クリーマとかね。他にもいろいろあるよね。あとは、ヤフオクもそうだし、メルカリなんかもそうだよね。いろんな販売サイトが今の時代、ね、あちこちにあるから、で、そこで自分が使いやすいツール、いつもさ、よくメルカリ見てる人だったら、なんかメルカリで
売るイメージがわけじゃない。僕はね、昔からのオートバイの部品買ったりするのにヤフオク使ったから、最初はね、もうヤフオクから始めたんだよね。で、何でもいいから、で、ミンネクリーマでもいいよ、全然。で、自分がどこで売るかっていうのをまず決めること。まずこれが二つ目ね。で、なぜかっていうと、これね、客層が若干違うのと、やっぱりちょっとその、販売のやり方が微妙に違ったりするんじゃない、まあ、基本的には一緒なんだけどね。あの、要はツールの使い方とかさ。まあ、それが慣れてるところの方が、まあ、変な労力かからなくていいかな。で、とりあえずまず自分が販売するメルカリとヤフオクの2本立てで行こうでも何でもいいのさ。で、決める。で、次3つ目にやることが、値段をいくらでつけたらいいか分からないじゃない。最初のね、販売の時。で、3つ目にやらなきゃいけないことっていうのは、自分の作品、今自分が作ってる作品で、実際に同じくらいのレベル感の人を探して、その人たちがどれくらいで、販売実績があるんだろうっていうのをちゃんと調べる。で、これね、ちゃんと実際に売れてる人を探すこと。同じくらいの作品なんだけど、例えば10万円で出してて全然売れてない人がいるって、それはもう値段とね、作品のね、価値が合ってないからであって、ちゃんと売れてる人っていうのは、お客さんが、あ、その金額なら欲しいって、価値がね、あるって認められてる作品だから、だからその、本当に売れてる人で、自分と、まあ大体似たり寄ったりくらいのレベルじゃないかってなんとなく分かるよ。自己判断だけどね。で、それをちょっと見て探してみる。で、探してみたら大体、あ、これくらいで自分の作品だったら売れるんじゃないかなって仮説を立てれるからね。でもこれあくまでも仮説ね。じゃあ仮にリサーチをして自分の作品だったらこれだったら3000円で売れるって思ったとしよう。じゃあね、じゃあ僕だったら、じゃあヤフオクで3000円で出品します。で、次にやんなきゃいけないことは、やっぱり商品説明って大事だから、売れてる人のを参考にすること。それはでも値段関係なく、すごく売れてる人でも何でもいいから、あの、本当にすごいたくさん売れてる人って、やっぱり商品説明がね、上手なの。だから、それを何人も見て、どういう、あのね、言葉を真似しちゃダメよ。言葉を真似しても意味ないからね、その文章パクってやるとかさ、そういうことじゃなくて、パクっていいんだけれども、パクるのは、その人の書いてる文章とかをパクるのじゃなくて、どういう構成になってるのか。要はテンプレートだよね。あ、最初の導入こういうことを伝えて、で、次にこういうことを伝えて、あ、こういうことにすごい気をつけてるなっていう視点で調べると、いろいろ見えてくるものがあるから、そういうふうに物事を見る。で、売れてる作家さんたちの商品説明っていうのを真似してみて、自分にちょっと置き換えて、ね、自分の商品用に作り変えてあげる。すると、まあ、それなりにね、形になっている商品説明ができるから、それで商品を実際に出してみる。写真の撮り方なんかも一緒。売れてる作家さんの商品ページに飛んで、どういう風に撮影してんだろう。あ、こうやってやったら商品すごく映えて見えるなとかさ、そういうところに視点を置いて、いろいろ調べてみるね。で、実際にそういう写真の撮影の仕方、商品のね、説明の仕方、そういったものを自分用に直して、で、実際に出してみる。3000で出しました。で、これで出店ができるわけ。そんな難しい話じゃないでしょ。まずは今、それぞれね、練習して作っていると思うから、もう自分で、あ、結構可愛いのできた、うまいのできたっていう回数が増えてきたら、もう全然、いつでもね、もう販売開始したらいいよ。で、順番をもう一度言うと、まずは自分がどこで販売しようか、戦う場所を探してみる。で、次に戦う場所が決まったんだったら、そこで自分と、同じくらいのレベルの人がどれくらいでね、実際に売っているのかっていうのを調べてみる。それは自分の作品に価格をつけるため、値段をつけるためね。実際、同じくらいの作品の人たちがどれくらいで売れているのだろうかっていう。そしたら、あ、私の作品、僕の作品もこれくらいの金額設定だったら売れるかなっていう仮説が立てられる。で、次に、すごく売れている作家さんたちとかの写真の撮り方、商品説明の仕方なんかをしっかりと参考にして自分の商品に当てはめてあげるということまですれば商品は販売できます。ただここからが大事。じゃあ3000円で出品しました、じゃあ売れますかって言ったら、これはね、分からない。これはね、もう本当ね、自分で調べて、すごく調べて、だいたい3000円だってね、踏んで3000円出したのに全然売れない、なんでだろうっていうのは、まずね、まあいろいろあるんだけど、まあそもそも見られてないのかっていうところね。気づかれてなかったら、どんなにいい商品だって、店頭の一番見えるところに、目立つところに置いてないと、お客さん気づかないから。見られてる見られてないか問題が起きてるかどうかっていうこと。
あともう一つは見られてるのに全然いいねがつかないとか、お客さんの反応が悪いっていう時は、それはね、こう考えた方がいいね。自分が3000円で売れるだろうって仮説を立つよね。自分の作品だったらこれくらいだろうって仮説を立つと。でもそれって自己判断だから、自分の作品だったらこの人たちと同じレベルだよねって思った自己判断だって、その判断の基準が間違っている可能性がある。つまり自分はこれくらいだと思ったけど、実はそこまでの作品じゃなかったのかもしれない。そういったことも起きてるかもしれない。だからまずは実際に販売を開始して、お客さんの反応、生の反応を見て、なぜ反応が取れないんだろう。例えば、あ、なんか多分これ見られてないんだって思ったら、じゃあ見られるためにはどうしたらいいんだろうっていうことを考えて、自分が考えられる限りの見られる施策を取ってみる。で、見られてるのに反応が悪かったりするんだったら、じゃあこれはきっと価格のせいじゃないかなって思ったら、価格を思い切って下げてみる。3000円のものを思い切って2000円にしてみるとかね。それでもう一度反応を1週間2週間見てみるとかね。そういうふうにテストする。それで初めて得られる情報があるから。だからもうとにかく、ね、大事なのはこの現場に出ることによって初めて得られる情報がもうたくさんあるから、とにかくね、作品がある程度自分でね、満足のいく作品が作れるようになったら、1日でも早く開始をした方がいいっていうのが僕の答え。もったいない。だってね、プールの話をしたけれども、水の中に入ったらもう分かるんだから。入らないと分からないよ。どんなにこうやってどうやって腕を動かしたらクロールできるんですか。そんなことを聞いても泳げるようにはならないよ。体の動かし方ばっかり勉強したけど、じゃあやってみようと思っていざ水に入ったら冷たくて動けないよ。もうそれ以前の話じゃん。それすらもう入ってみないと体験できないよ。だからまずは現場に行きなさい。実際に体を動かしなさい。頭でその時にね、その実践の中で考えなさい。考えることがいっぱいあるから。そしたら勝手に成長していくから、成長のスピードが変わるからね、本当にね、もう実践をやった方がいいというとこかな。とはいえさ、みんなね、なかなかね、思い切ってできないと思うので、それはなぜかっていうとね、おそらくね、自分なんかの作品を出してね、こんな、ね、自分では可愛いと思ってるできてるけど、でも人に見せたらなんかね、うわ、何そんな作品でよく販売してるねって思われたらどうしようとか、こう人にどう思われるかっていうのが怖いわけじゃない。だけどね、冷静に考えてみて、自分になって考えてみてよ。いい？例えばみんながね、僕もそうなんだけども、ショッピングモールでもどこでもいいから行きました。でその時に自分の興味のないお店って記憶に残ってる？一切残ってないでしょ。だって自分が興味ないから視界には入ってんだけど、その情報って全く記憶に残らないから、目に入ってんだよ。でも情報として捉えてないの。なぜならそれを情報として捉えたら脳が疲れるから、体が勝手にいらない情報はシャットダウンするようにできてるのね、人間は。だから私の作品どうやって思われるだろうって思ってても、そもそも興味ない人には全く関係ない話だから。でも中にはあ、この辺の作品欲しいって思ってる人は目に入るかもしれない。その時に、その値段って思う人ももちろんいると思うよ、当然ね。だけど結果どうなるかって言ったら、その人は別に買わないわけじゃない。つまりお客さんにはならないわけね。だから別に何の問題もないわけ、関係ないの。でね、みんながじゃあ例えばお店に行った時に、あ、これ可愛いかもって欲しいなって、何でもいいんだよ、帽子でも何でもいいんだけど、あ、この帽子可愛いの欲しいなって値段を見た時に、これでその値段、じゃあいらないってなるじゃない。でそのことをずっと覚えてるっていう話、一瞬で忘れるでしょ。次、あ、こっちの方が可愛いかもって言った瞬間、もうそのこと忘れてるじゃない。だから人にどう思われようが別にあんまりそう気にしすぎる必要がなくて、だってもう記憶に残ってないから、なんか思ったとしても別に全然だから関係ない。でひょっとしたら、ね、これからね、その作家としてやっていきたいから、そのブランド的に傷が入ったらって考えてる人もいるかもしれないけど、最初の頃ブランドもクソも何もないから、どこも誰か分かんないんだから、みんな全然そんなの関係ないから気にしなくていい。でこれはその作品を販売する販売しなきゃの話ではなくてね、人生そのものの話なんだけども、やっぱりさ、自分の人生自分で生きてんだから、全て物事を判断してどっちに進むか何をするか、これ判断するのは自分だからね。でそれをね、やっぱりね、なんていうかな、周りに流されすぎ、これを出したら人にどう思われるだろう、
いいじゃん別に何思われたって覚えてないからさっき言ったようになぜならその人にとって重要じゃないからそのことがまあそんな感じだからだから人からどう思われるだろうなんてことはあまり気にしなくていいよだって自分の人生なんだし自分が販売したいって自分が好きなことをやりたいって思ってることをねせっかく自分がやりたいと思ってるんだからやればいいんだからそれをなんかこう人にどう思われるだろうって別に起きてもいないことでなんかやりたいことを制限してしまったりとかってそんなくだらないことぐらいないじゃないもったいないよそんなことしたらね全然関係ないから大丈夫というわけでとにかく現場に飛び込むすると本当に学べることしかないからもう本当にそこに行くからこそ学べることがあるからそこに行かなかったら絶対学べないことばかりだからぜひね本当に販売したいなそのタイミングっていつだろうな値段でどうやってつけたらいいんだろうなとかでそういうことで悩んでる人はぜひね、まあ、今回の動画参考にしてもらって、まあ、ちょっとねぜひね一日でも早くちょっとねやってみたらいろんな経験が積めて自分のねとにかくスキルアップに絶対つながるからぜひねやってほしいかなって思いますはいそんなところでしたはいというわけでね今回の動画はここまでですためになるなと思ったらねいいねボタンそしてねチャンネル登録なんかもしてくださいあとね僕 LINE 公式の方やってますでこの LINE 公式は概要欄に貼ってあるんだけどもこの LINE 公式に登録してくれてる人にだけ僕がねやるオンラインレッスンとか、まあ、こんなことやりますよってイベント的なこととか、まあ、そんなね通知はもうこの LINE 登録してくれた人にしか行かないようになっているので、まあ、ぜひね興味あるなっていう人はね登録しておいてくれたらね嬉しいですはいそんなところですそれではね今回も最後までご覧いただきありがとうございましたそれではまたご覧いただきありがとうございますこのチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕がフェルト作家を目指している人やもっとスキルアップしたい人そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方そういったことを発信しているチャンネルですぜひね自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してくださいあと公式 LINE もやっていますこの公式 LINE に登録してくれた方にだけ僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます僕から学んでみたいと思う方はぜひね LINE 登録をお願いします概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。